ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。2月15日ですね、水曜日ですね。おはようございます。ちょっとコーヒーを飲みます。ちょっと待って、ちょっとパソコンが立ち上がりましたね。ちょっと昨日東京は寒かったですね、夜風が強かったのかな、なんか円満大社、なんか円満大社のトレンドが入って、なんでトレンド入ってるのかよくわかんないですけどね。まあその円満大社って何なんですかね。なんかやめ人、自分の人生じゃないですか。だから円満なんてないですよね。でも結構その僕も結構転々としてるんですけど、円満退社一個もないですよね。その学校、まあだから事前に、まあでも僕恋愛、渋沢栄一の話じゃないですけど、会社って特に日本の場合は家族だと思うんですよ。でやっぱり家族が合わない人っているんですよ、絶対に。でやっぱりその会社で言えば社長ですよね、まあ、もしくは部の部長がお父さんだとやっぱり思うんですよ。僕会社って割り切る人いるけど、そういう人がうつ病になっちゃうと思ってて、で実際そうなんですよ、なってるんですけど、病んでる人って。でやっぱりその父であり母であり、ある上司がやっぱりケアとか方向性とか、そのなんていうんですか、人間としての付き合い、もちろん仕事の能力できるできない絶対あると思うんだけど、でもあってもね、優秀な人って引っこ抜かれるじゃないですか、いい会社に。で優秀な人って自分でわかるので、もうちょっと給料のいい待遇のいい会社行くんですよ。でやっぱり能力のない人がの会社って残るってトヨタ自動車の人が言ってたんですよね。まあトヨタの人っていうとね、ちょっと語弊があるんですけど、親しかったトヨタの人が言ってたんで、まあでも難しいっすよね。そのやりたいことがあって、もしそのね一流大学一流企業出てもやっぱりその弁護士、司法試験諦められなかったっていう人はもう一回大学校とか法科大学院とか行くし、でやっぱこれ絶対思ってるんですけど、その苦労して入ったとしても、その自分がやりたくないことをやってれば、それは誰でも鬱になりますよ。で自分の好きな人じゃない人といれば、それ鬱になりますよ。だからなんかあんまり深く考えず、具体的なそのなんていうんですか、よく給料がいい、人間関係がいいとか言うけど、あんまりそこ関係ないと思うんですよね。そのみんな悪いとこあるし、みんないいとこあるんで、人が。だから僕はね、直感っていうのは感情だと思ってて、で具体的にっていうのはなんとなく僕つまんないんですよね。具体性がある人とかつまんないんですよね。なんか人間ってそんなに単純じゃないので、そのやっぱり
もっと抽象的なことでなんとなく合わないとかってわかるじゃないですか。それで決めればいいんですけど、そのだって日本って曖昧な国ですから、そもそもそのなんかね、あの一身上の理由って僕も書いたことありますけど、なんだよって感じじゃないですか。やっぱり次の目標があったり、ここにいてもやっぱりなかなかちょっと合わないっていうのがあるから辞めるわけであって、円満退社なんてないですよ。だし別に嫌われていいよくないっすか。まあ嫌われるの良くないかもしれないですけどね、あのちょっと語弊がありました。まあね、美容室とかもうそれ僕やばいので、ね、髪の毛今日切るんですけど、あの、ね、髪の毛をの美容師さんを変えられない人って会社も辞めにくいなと思ってるんですよね。なんか髪ってこう顔を見てるじゃないですか。でも切るだけだし毎回伸びるんですよ。なんだけど、まあ、信頼関係とか生まれるのかなんだかよくわかんないですけど、僕はね平気なんですよ。僕は日々毎回違うっていうかね、今日生き切りたいと思ったらどこでもいいっていう感じなんですね。だからそういう人とそういう人じゃない人っていると思うんですけどね。僕はだから逆にいい美容室すごい行ってるんですけど、いろんなとこそれぞれいいとこあるんですよ。ダメなとこもあるし、だから別にどこでもいいとは思ってます。カットが下手とかもあるんだけど、雰囲気が良かったりとか料金がいいとかね。あの春、もうすぐ春じゃないですか。こう自分を変えたい人は、まあ、円満退社とかもやっぱりその美容室変えてるの結構いいかもしれない。だからね、ちょっと変えるだけでいろんなことも変わってくんですよね。あのまあでもね、とは言ってもなかなかねっていうのがまあ人間というものですけどね。うん、あとはなんだろうね、スタバの桜、どうでもいいですよね。楽天モバイル、楽天モバイル3700円のうちでも、なんか逆に今楽天モバイルって安くていいんじゃないかって思うんですけどね。僕は持ってないですけど、で今売れてないからなんかサービスいいでしょ、全然いいんじゃないですかって思いますけどね。僕別に変えてもいいと思ってますよ本当。まあ、ただあのインターネット回線とかがそのキャリアのねとこなんで、それがちょっとめんどくさいのかなと思うんですけど、浦沢直樹さん出てますね。ぐらいですかね。スターバックスね、カフェとかね結構カフェで仕事ほとんどするんですけど、みんなこういろんな人がね近くに座ったりしたり、こうでもまあいつの時代も変わらないなと思って、だから日本って平和だなとか思いますよ。なんかあの
カフェで平和だなと思って、海外だとね絶対無理なんですけど、結構パソコンとか携帯机の上に置きっぱなしでお手洗いとか行くんですよ。でお手洗いが混んでて、テーブルにはパソコン置きっぱなしみたいな、それが外国じゃまあないっすよね。女の子なんて財布とかも机に置きっぱなしじゃないですかね。まあその店のそのあれによるんだろうけど、新宿とか渋谷だと盗難とかあるのかもしれないですけどね。僕のまあ町とかだと、僕はでも財布とスマホ持ちってきますけどね。でもパソコンもなんか怖いなと思って、本当にだって 2,3 歩あれば盗まれるじゃないですか。あの Mac なんですけど、だからそういうのってやっぱ治安が良くないとリラックスできないから、その海外じゃ無理やって言いますからね。だから海外でカフェでリモートの人はどうしてんですかね。ちょっとこれもし見てる人が海外でパソコンなんか絶対机の上ダメじゃないですか。スマホなんて10秒で盗まれてるから、お手洗いの時一人の時パソコンも持ってくんですかね。僕渋谷原宿の方とか行っても、まあ、渋谷とかみんな置きっぱなしっすよ。まあでも持ってく人もいたかな。あ、持ってってる人も過去に見たことあるんですよ。お手洗いにパソコン。まあでも日本はほとんど大丈夫じゃないですか。別に店員さん見張ってないんですけどね。外国人の方もあれはびっくりするでしょうね。カフェでスマホを、まあ2人でいればね、1人が見てればいいですけど、1人の人で、あの渋谷のマックとかでも女子高生スマホ置き、まあスマホはトイレ持っていくか、カバンとか上着とか普通に置きっぱなしで行きますからね。日本って本当そういった意味じゃ安全な、まあでもその安全な街ですよね。だからまあこれをやっぱり保つために学校教育とかがやっぱり頑張るしかないですよね。学校教育だと思いますね。僕はそのやっぱり治安、警察がいるとかそういうのだと犯罪がより高度化してなる、あの犯罪もより巧妙化したり悪いやつが増えるので、やっぱりこの近くの人が注意するとかね、例えばそのカフェですいませんちょっとトイレ行くんで荷物見てってもらえますかって一言言える、そのコミュニケーションで見てくる人は大丈夫ですよって、自分が頼まれたら見ますよっていう、そのそういったモラルというか道徳ですよね。そういうのが日本人は割とできているますからね。僕だってあのワールドカップサッカーの時アルゼンチン戦をスポーツバーで見たんですけど、夫婦の方が荷物見てますよ、トイレ行ってきていいですよって、まあ、その夫婦は犯罪人だったらですけど、でももうそれだけで安心ですよね。その、まあ、1人の人外国人の方で、1人の人日本人のお父さんだったんですけど、皆さんどうしてますかね。その1人の時のお手洗いですよね。ちょっとこれ聞きたいですよね。東京はね、で名古屋はね、僕名古屋人ですよ。名古屋はトイレ行ってる間にカバン盗まれたことあります。で名古屋はね、そので盗んだ悪ガキも2人いたんだけど、なんか三重県岐阜から来てたやつで、多分で名古屋で今回なんかあのつい今朝見たけど、禁断ボーイズっていうね YouTuber の元 YouTuber がなんか名古屋で、禁断ボーイズって関西なのになんかそういう売春の斡旋をしてたって言うけど、なんか名古屋本当ねやめてほしいな。遠くから来て名古屋で悪さするのやめてください。愛知、岐阜、岐阜、三重、静岡、三河もそう。名古屋市民は結構モラルもいいしあれだから、名古屋の郊外の人が名古屋に来て、静岡もいるんですけど、名古屋で暴れるんですよ。渋谷のあのサッカーの時とか、あのなんだっけ、ハロウィンの時で騒ぐみたいなんで、本当に名古屋で、僕名古屋よく行ってるスポーツバーでカバン盗まれて、カバンごとで、財布とかはなかったんですよね。あの本があったんで警察に後から
ただお土産があってお土産を持ってかれましたね。ほんと腹立つクソガキ、まあヤンキーっていうかね、ちょっとまあ見た目もちょっとやんちゃっぽいかったですけど、なんかそのあるんですよね、やっぱり名古屋だとちょっと行くと田舎のじゃないですか、だからやっぱ悪いやつ多いと思います。渋谷もういると思うけど、なんとなく渋谷の方が監視も多いんですよね。名古屋だとちょっとこうだだっ広いので、まあでも僕名古屋好きですけど、だから名古屋とかね、多分ね、福岡もそうですし大阪もそうですけど、そのあと仙台とかね、地方の都市って田舎から悪さするやつが来るんですよね。東京はまあ東京に住んでる人が多いので、まあそのね、カフェのそのスマホと荷物みんなどうしてるか、もしよかったら書き込んでください。それではバイバイ。